諦めも肝心あの無理。はい、こんにちは。今日はですね、クレマチスの植え付けやっていきたいと思います。1月2月3月になるとたくさんのクレマチスが販売されていると思います。逆にたくさん売ってるから何をこう買っていいのかわからない。育て方がそもそも難しそう。剪定のやり方がよくわからない。専用の土を使わないと育たないのかな、専用の肥料を使わないと育たないんじゃないかなって思う方たくさんいると思います。なんかちょっとハードルが高そうですよね。はい、でも今回ですね、よりシンプルに誰でも簡単に育てやすいようなやり方お伝えしていきたいと思います。とにかくね、難しいことは一旦抜きにして、これだったら育てられるんじゃないかな、自分にでもできるんじゃないかなっていう方法でね、はい、そんなやり方でお伝えしていきたいと思います。はい、ということでですね、早速近くで見ていきましょう。今年買った苗もありますし、去年買った苗もあります。1年経ったらどうなってるんだろうっていうのもね、お見せできると思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで今回購入したのがこちらの苗ですね。クレマチスマダムジュリアコレボンという品種になります。初心者マークがついているので分かりやすい、分からなければとにかく簡単そうな品種を選ぶのがいいと思います。そしてこんな感じですね。販売されている苗は枝だけなので、本当にこれでお花が咲くのかなって思うと思うんですね。はい、だからまずここで一つハードルがあるんですよ。枝じゃんみたいなね、枯れてるんじゃないのって思っちゃうんですよね。はい、でもね、大丈夫なんですよ。4月5月になるとこれちゃんと伸び始めます。3月ぐらいから伸び始めて、4月とか5月ぐらいになるとしっかりお花を咲かせてくれます。そして、まあ、今こんな感じですよね。1年経った時の様子はこんな感じです。枝がね、一回り太くなってますね。しっかりした枝になってて、ふくーっとしたね、しっかりとしたつぼみが膨らみ始めていますね。はい、ということでですね、これからの開花が楽しみっていう状態なんですね。ということでですね、早速苗選び、鉢選び、ね、土についてなどね、いろいろとやっていきたいと思います。ぷくーっと膨らんできてますね。去年植えたものですね。はい、そんな感じで早速植え付けの方をやっていきたいと思います。シンプルにやっていきましょう。どうぞ。さあ、まずはね、苗選びになるんですけども、クレマチスのややこしいのがまずここなんですよ。新枝咲きと旧枝咲き、新旧両枝咲きってあるんですね。なのでもし何もわからないでクレマチスを育ててみようっていう方は、新枝咲き選んでみるといいと思います。新枝咲きはこれから伸びてくる新芽にお花を咲かせてくれます。なので剪定はね、バッサリ株元付近からやってしまえばいいだけなんですね。どこから切っていいとか、どこから切らなきゃいけないとか、もうこの位置で切らなきゃ咲かないよっていうことがないんですよ。株元からただただバッサリ切っちゃう。そうすると土の中から新芽が上がってきて、そこにお花を咲かせてくれる。はい、ということでですね、新枝咲きがね、まあ、剪定を考えた意味でもとってもおすすめですね。ほら、こんな感じで新枝咲きって書いてあります。弱剪定とか強剪定っていう表現をされている時もあるんですけども、その場合強剪定って書いてあるものが、まあ、新枝咲きになると思います。はい、または新枝咲きに近い咲き方をしてくれる。そして親切なものだとタグにね、ビギナーにおすすめなんて初心者マークついてますので、こういったものをね、選ぶと育てやすいです。はい、なのでね、目安になるんじゃないかなと思います。よくわからない方は新枝咲きで育てやすいものないですかって聞いてみるとね、ね、いいんじゃないかな。じゃあ植え付けの方ね、やっていきましょうね。まずそうすると鉢選びになってきますね。鉢選びも、まあ、すごくシンプルで大丈夫です。今回は二回りぐらい大きいのかな、7号鉢に植え替えようと思ってます。一回りか二回り大きい鉢ですね。直根性の根、ね、クレマチスってまっすぐ下に根を張る植物なので、浅い鉢だとね、あんまり良くないんですよ。浅いからね、根を真下にまっすぐ深く伸ばすんですよ。なのでこういった平鉢ね、あまり向いてない細長い系統のね、鉢を使ってあげるといいと思います。
ということでね、今回はこちらの7号鉢、水はけ抜群、いつも通り使っていきたいと思います。さあ、続いては培養土ですね。専用の培養土を使わなきゃいけないんじゃないかなって思うと思うんですよね。はい、しかしやっぱり専用のものって高いですし、わざわざ買わなきゃいけない、余っちゃったらもったいないっていうことになるので、普段使っている草花培養土を使おうと思います。これだったらね、余っても他のお花でも使えるしね、いくらでも応用が効くかなと思うので、お財布に優しい、優しいということで、こちらの培養土をメインに使っていこうと思います。ただ市販の草花用培養土をそのまま使ってもいいんですけども、夏の高温多湿に弱い面があるんですね。なので水はけを良くしてあげたいね、土の水はけを良くしてあげたいので、一工夫だけします。やり方はもう極力シンプルでいきますよ。ちょっと避けてもらって、軽石、市販の草花用の培養土に軽石の小粒を3割混ぜることによって、水はけが抜群に良くなります。なので夏を越しやすくなる。はい、ということでですね、このシンプルなやり方でやっていきたいと思います。本とか見ると、だいたい赤玉土4、鹿沼土3、腐葉土3とかいう割合が書いてあるんですけども、そうするとわざわざね、買わなきゃいけないんですよね。赤玉土の小粒は持ってるかもしれないけど、鹿沼土持ってません。腐葉土もわざわざ買わなきゃいけないし、ちょっとお値段も高いっていうことになるので、よりシンプルに培養土作るためにこの2つの組み合わせにしました。はい、ということでですね、ちょっと見てみましょうか。市販の草花用の培養土、そして軽石の小粒を3割程度ですね。はい、だいたいこんな感じになります。市販の草花用の培養土ね、ちょっと水持ちが良すぎちゃうんですよね。十分育つとは思うんですけども、水はけがね、水はけが悪いというか、水持ちが良すぎてしまうんですね。なので夏のクレマチスにはちょっと向かない。そこで出てくるのが軽石の小粒ですね。赤玉土の小粒を3割ぐらい混ぜるっていうのも一つの手ではあるんですけども、やっぱりね、赤玉土ですと1年ぐらいは粒が持つんですけども、2年3年経つと粒がね、だんだん崩れてきてしまうので、今回はこの軽石の小粒を3割混ぜるっていうね、シンプルな方法を取りました。軽石の小粒っていうのはクレマチスに限らず、クリスマスローズだったり水はけを好む植物には時々使えるんですね、培養土に混ぜることで。なのでこの軽石の小粒はね、ちょっとあまり使ったことないかなって方いると思うんですけども、一袋ぐらい持っといてもね、損はないと思います。はい、ということで混ぜていきますよ。これを混ぜることによって土の質感がね、随分変わってくるんですよ。後でちょっと比べようと思うんですけども、さあ、ちょっと一旦比べてみましょうか。全部混ぜてないんですけども、イメージとしては分かると思います。粒々が入って水はけがとっても良さそうですよね。通気性もいいから根腐れをしにくいね。真夏の梅雨の時期とかがね、特に根腐れしてしまう可能性が高いんですね。はい、でも軽石が混ざることによって水はけが良くなって、通水性が良くなって、はい、根腐れのリスクが抑えられると。はい、こんな感じになりますので、どうかな、比べてみようかな。ほら、そのままよりも粒が入ることによってね、ちょっとパラパラした土になる、パラパラした土になりますよって感じで、全部混ぜていきたいと思いますね。なんかいろいろな素材を混ぜてしまうとね、それはそれでいいかもしれないんですけども、やっぱりね、新たに始めるってなった時に、腐葉土買って、鹿沼土買って、赤玉土買ってとか、いろいろやりたくないんですよね。はい、なのでよりシンプルに
やりたい、シンプルを目指して育てていこうっていつも考えているので、一番これがいいかなと思って。あ、ついでにこちらね、元肥としてマガンプ K 混ぜておきましょう。忘れるとこでしたね。この量も適当ですね。適当というかパラパラパラーって、はい、このぐらいでいいと思います。こんな感じでよく混ぜてあげればもう培養土出来上がり。わざわざ専用の培養土買う必要はないかなと、まあ、言ってもね、これでまあ十分育ちますからね。専用の培養土とかね、高いですからね。高いし余っちゃうっていうね、余ったら困っちゃうよっていう。はい、できました。こんな感じでね、いいね、よく育ってくれると思います。さあ、じゃあね、植え替えましょう。早速ね、これで培養土ができました。さあ、じゃあ植え付けますので、まずこれビニ体がくっついてますので、これを外しますよ。丁寧に外してあげて、根っこの様子見てみましょう。そんなに張ってるようにはなんとなく思えないんですけども、どうかな、いきますよ。これ外しますよ、一回。よいしょ。根の状態を見てみましょう。あ、スポッて抜けますね。あ、こんな感じだ。はい、ぐるーっと軽く張ってる感じですね。さあ、これを土を落として新しい土と入れ替えてあげる。農家さんは上手だからね、今混ぜたようなこう水はけのいい土を使わなくてもうまく育てられたりするんですけども、我々一般人はやっぱりね、水はけのいい土と交換してあげる、植え替えてあげないとなかなか水やりが難しいんですよね。雨ざらしにもしますし、夏ね、暑い夏を乗り越えなければならないということで、土の入れ替えも兼ねて土は落としましょう。クレマチスね、金宝外科って言うんですけども、根を触られること、根を切られることをちょっと嫌うんですよ。なので極端にね、根を切らないように注意ですね。特に太い根は切らないように注意しながらね、丁寧にやってあげましょう。丁寧かつ大胆に。もともとの土はね、極力落としたいですね。ちょっと粘土っぽいような感じでもあるので、まあ、せっかくならね、自分のこう自分で選んだ土に植え替えてあげたいと。全貌が見えてきましたね、クレマチスの。ほら、やっぱりね、土、まあ、水はけも工夫してあるんでしょうけども、農家さんってハウスで育ててたりしますよね、基本的にはね。なのでこう水やりもね、何とでもなるんですよね。乾いたらたっぷりあげますとかで何とでもなるんですけども、普段ね、自分たちで個人で育てる場合って別にハウスで育てるわけでもないし、雨だからってわざわざ軒下に入れたりとかね、そんなまめなことはしょっちゅうできる方ってほとんどいないと思うので、土は極力水はけのいいものに変えてあげたいっていう気持ちがあるのでね、あれ？はい、気持ちがあるので、どうでしょうね、あまり崩しすぎちゃってもなんなので、崩せるところは崩しておきましょう。どうかな、基本そんなに弱い植物ではないので、まあ、このぐらいでいいかな。見てみましょうか。はい、こんな感じでいい具合にほぐれたんじゃないかなね。こんな感じで肩の土を落として、周りの土を落として、鉢底も崩してね、いい感じですね。はい、これを先ほどの培養土に植え付けてあげます。植え付けてあげる時のポイントがあるんですけども、まあこれクレマチスって結構独特なんですけども、今ここまで土が入ったのかな、このぐらいまで。植え付ける時は一節か二節上でね、ここまで埋めちゃうんですよ、培養土で。そうするとこの節の部分から根っこが出たり新芽が出たりして、枝数が増えやすくなるんですね。
そう、この節の部分から根や芽が出てくるんですよ。出てきやすい。ちょっとこれ新芽隠れちゃいますけどね、後でニョキーって出てくれるはずなので、はい、そんな植え方ですね。一節か二節深めに植えてあげるということです。さあ、じゃあ鉢底石ですね。水はけ、鉢底の水はけを良くするために鉢底石を入れてあげます。ちょっと待ってねーですね。ちょっと待ってねーだね。手が汚れてしまったので、こんな感じで、鉢底石入れます。よいしょ。だいたい鉢底が薄く見えなくなるぐらいですね。2センチぐらいね、1センチ2センチ入れてあげればいいと思います。市販の培養土に軽石を3割ぐらい入れましたね。マガンプ系も入れました。深植えしますよね。先ほどお伝えしたように一節か二節を植えてあげる、埋めてあげるので、最初の土の量気をつけないといけませんね。ここまで植えるということは、あれ、もうすでにちょっと土の量が多かったかなですね。一節埋めるためには鉢の高さが足りなそうですね、ちょっとね。あら、本来だったらここの一節はね、一節か二節を埋めてあげるんですけども、ちょっと高さがどうやら足りないので、一節埋めることができないので、今回はちょっとね、今植えてあったぐらいの高さでね、仕方ないのでちょっと植えようと思いますね。まあまあ、その辺は臨機応変にやっていきましょう。いろんなことがありますけども、はい。で、根っこの隙間に培養土がこう入り込んでくれるように、入り込ませるようにちょっと揺すりながらね、クリスマスローズじゃない、クレマチス、根がしっかりしているので根と根の間に培養土をすき込んであげるようなイメージで、こうやってね、菜箸などこう細長い棒でね、揺すってあげるといいと思います。もともと縦長のポットに植えてあったからね、一節埋めることができなかったですね。まあ全然これはこれでね、もう仕方ないんでね、大丈夫ですね。細かいことは気にしない。よっとね、さっきから言ってたのは、ここまで土を入れたかったんですよ。この節を埋めたかったのね。このぐらいまで土をやって、でもちょっと高さが足りなかったんですよ。ほら、深い鉢に植えてあったから、深いポットに植えてあったので埋めきれませんでしたね。はい、まあまあこれはこれでね、大丈夫でしょう。なので皆さんはちゃんと一節か二節埋まるように埋めてあげればいいと思います。はい、成長しますのでね、またお見せしますので、4月5月には開花してくると思いますよ。3月に入ると新芽ぐん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 伸びるんですね、あっという間に。で、これ棒だけみたいな感じで売ってるので、心配なんですよね。枯れてるんじゃないのってね、本当に育つの、1280円だよみたいなね、値段書いてないかな、
確かね1280円ぐらいだったと思うんですよ。2年生の苗か3年生の苗だと思います。もっとちっちゃいポット苗でね400、500円で売ってたりするんですけども、その分お花の数が少なかったり株が充実してないのでね、はい、どちらを選んでもいいんですけども、多少大きい方がね安心かなとは思います。さあそしたらお水をたっぷり与えますよ。じゃーっとね、じゃーっと、だいたい軽石が3割ぐらい入っているので水はけね、水がスーッと抜けやすくなってると思いますね。スーッて抜けますね。見えるかな、いきますよ、はい、スーッて抜けていきますね。スーッて、ちょっと刺さらないな。刺さるか、はい。とりあえずこれ仮に刺しておきますけども、後ほどねある程度これ3月の中旬ぐらいになるとかなり伸びてくると思うので、先ほどのね支柱買ってきて立てようと思ってます。オベリスクっていうのかな、バラ用のねオベリスクを買ってきてこれに巻いてあげる。今年だけでもね結構お花咲いてくれると思います。そうですね、5月ぐらいにねお花咲くと思うんですよ。そうしたら今年伸びた分の枝の半分ぐらいカットしてあげると、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで2番目のお花も咲いてくれるんですね。クレマチス1回お花が咲いたら終わりだよじゃなくて2回3回と咲いてくれますので、繰り返し楽しみ続けることができるかなと思います。まあ中にはね四季咲きじゃなくて一期咲きのクレマチスもありますので、そういった場合は、まあ、1回しかお花が咲かないんですけども、四季咲きとか一期咲きとかいろいろありますので、まあ、シンプルにね先ほども言ったんですけども、新枝咲きの初心者用のクレマチスを買うのが一番いいと思います。簡単なので。そうすると日々の管理になってくるんですね。3月に入ってくると新芽が伸びて成長し始めます。肥料を与えることになるんですね。こういったクレマチスの専用の肥料ね去年買ったんですけど、一回も使いませんでしたね。使わないままでした。結局なんだろうな、普段使ってるこれですね、プロミックって。他の草花でも使っているのでこちらをずっと使ってましたね。はい、問題ないので、わざわざ専用の肥料を買いたい方は買ってもいいと思うんですけども、ないよとかわざわざ買いたくないよって方は普段使ってる草花用の固形肥料与えてあげればいいと思います。定期的にね、3月、4月、5月、6月ぐらいまで肥料を与えてあげて、7月、8月の真夏はね休みます。さすがに暑すぎるとお花も咲かないで一旦ちょっと成長やめると思います。その時は肥料も切らしてあげる、肥料与えないで、直射日光に当たっちゃうと弱ってしまう、鉢の中の温度が上がっちゃって根腐れして腐っちゃうっていうことがあるので、真夏のね7月、8月だけは極力風通しのいい明るい日陰で管理してあげる。そしたらまた9月10月ぐらい少し涼しくなり始めたら直射日光の当たる場所で育ててあげるといいと思います。去年もね同じポットを買ったと思うんですよね。ジョイフル本田さんで買いましたね。これを7号鉢、今回も7号鉢に植えてあげました。去年買ったのがピールっていう品種ですね。すごくね綺麗に咲きますよ。1年目からすごく咲いてくれます。これも初心者マークがついてますね。親切で分かりやすい。今回買ったのもほら初心者マーク、新枝咲き、そして HF ヤング。 HF の読み方ってなんかあるのかな、文字でしか見ないから HF ヤング、なんか読み方があったら恥ずかしいな。これもビギナーにおすすめですね。初心者マークのものしかね買わないですね。はい、何もこう始めるときに難しいものを選ぶ必要はないので、こういったもの、こちらは新旧両枝咲きですね。太くなりましたね、一回り太くなった。今年のほらまだちょっと華奢でしょ、同じぐらいだったはずなんですよ、ね、
結構ね目が控えてますね、たくさんね。あ、いっぱいあるいっぱいある、ほら。はい、去年は1年目だったから10輪ぐらい咲いたのかな、一番多い時10輪まで咲かなかったかな。今年はねかなり一回り大きくなっているので、もっともっとたくさんのお花が楽しめると思います。いずれ来年ぐらいね地植えにして豪華にね、お花をめちゃくちゃ咲かせた姿お見せしたいかななんて思ってますけどもね、どうでしょう。1年目より2年目、2年目より3年目、どん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 大きくなってどん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 咲いてくれますので、はい、これからが楽しみです。育て方は至ってシンプル、難しいことは考えないということで、今回は新枝咲きのクリスマスローズを選んで植え付けてみました。旧枝咲きでも新旧両枝咲きでもね、お好きなものを選べばいいんですよ。ただこう剪定の仕方がわからないよって方はね、新枝咲き、旧枝咲きとか新旧両枝咲き、ちょっと剪定の仕方が変わってくるので、もしわからなければその都度、まあ、調べながらでもいいですしね、まあ、基本的にはお好きなものを育てて楽しむ、楽しむこと大切、お花はみんな綺麗っていうことで、そんな感じで終わりたいと思います。にゃんこのコーナー行きますので、見たい方だけ見てください。お花はみんな綺麗でしょ、ということで、本当それではパン。何かが来てない、何か黒い黒い塊が来てるぞ、ね、頑張れ頑張れ鈴くん、鈴の音カラカラカラ、頑張れ頑張れポンちゃん、頑張って。お、すごいすごい、ポンちゃん人気者だ、これは偉いぞ。ポンちゃん、チュールの CM がまだ来ないな、チュールの CM が来ないってよ、ポンちゃん耳毛が濃いから。お、立っての上手じゃん。これはどこのメーカーから出てるの。あ、ほんちゃんにチュールを送ってくださいって、ほんちゃんチュールくださいって。ちょっと待って、痛めだから、多少痛めだから。でもさ、ほんちゃん CM なんかいらないからのびのびとチュール食べたいよね。もういいいいいい、ちょっと落ち着こう、落ち着いて、ね、ほんちゃんのそういうとこダメ。ほんちゃんはのんびり屋さんで可愛いからほんちゃんでやってられるの。それがガツガツしちゃったら、ほんちゃんがほんちゃんとしての役割を果たしてないでしょ。首かしげて、ほんちゃん。お、臨場感を今演出してくれたんだ、ほんちゃんなりに。なんか激しくなってきたな。おっと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 、はい、チュールチュールチャオチュール。おー、すごいすごい、可愛くないな、ほんちゃんは。もう自然に帰ってもらおうかな。ほんちゃんよく頑張ったね。のんびりしてるほんちゃんの方がかわいいな。ほんちゃんバイバイ、また来てね。遠目のほんちゃんかわいい。なんだよ、はい、じゃあお家行こう。チュール落としちゃった、落としちゃった、落としちゃった、落としちゃった。うん、一緒に行こう、お散歩お散歩、帰ろう帰ろう。なんでこんなくっついてくるの、うん、普通に帰ろう。ハンちゃんかわいいな、食べたいだけでしょ。懐いてるって言わないね、ご飯が食べたいだけじゃん、チュールが。ツヤツヤだな。じゃあ、ポンちゃんこの辺でお別れね。お別れお別れ。いくよ。
こうしてにゃんこは自然へと帰っていきました。おしまい。本当にねねねにゃ。ダメだね。だってここチュールが見えてるからダメなんだ。本当にねねねにゃ。これ完全プライベートなんですけども、やっぱりさ、この一節は埋めたいなと思って、内緒ですよ、ここまでちょっと植え直そうと思いますね。これ完全プライベートなので秘密ですよ、秘密。え、動画の中でもたもたちょっとやりたくないなと思って、植え替えること、まあいいかなと思ったんだけど、やっぱりね、編集とかしてたら気になっちゃって、一節埋めたいなーみたいな、っていうことで、ありのままをお伝えするのがやっちゃんねる、内緒だけどね、内緒。と、どうしようかな。まあ、鉢底石はこうね、こうしよう、戻しましょうよ。鉢底石は全部こっちに一旦戻すような感じで、大変だわ、よいしょやだな。となると、さっきのじゃダメってことはどうなんだろう、高さ的に、そうだな、足りないな、高さが足りないな、困ったもんだな。鉢底石を少し減らして少し崩しますか。鉢底の土をだからもうちょっと落とさなきゃいけないんですね。まさかのですね、結構ね、高さがあるんですよ。これで7号鉢ってことは21センチ深さがあるから、まあいけるかなって思ったんですけども、思いのほかね、こんなことになるとはっていう。多分ね、僕がやるってことは、まあ皆さんもやりかねないというか、やる可能性は十分あるでしょうから、まあ失敗も大切な経験ということで。で、金峰外科ってクリスマスローズとかアネモネラナンキュラスもそうなんですけども、手がかぶれる方がいらっしゃるそうなんですよ。なので肌の弱い方は手袋やった方がいいかなってね。そうらしいですね。僕なんかね、もうクリスマスローズやろうが何しようが手がかぶれるなんてことは一切ないので、まあ基本素手でやってしまうんですけどもね、まあ念には念を入れて手袋やった方がいいかなと。これでギリギリ埋まるか。でも思いのほか深いですね。鉢底石をだから少し減らしますね。あんまり入らないな。鉢底石まあほとんどなくてもいいやぐらいな感じで、さあそうしたら土も入れなきゃいけないわけですから、こんな感じか。一節埋まるのにこれでもギリギリですね。あらま、諦めも肝心無理、ダメだ、やっぱりダメだった。はい、諦めよう。やり直したけどダメでした。ここまで埋めたかったけど無理ですね。7号鉢でも無理。今本体の、土もより崩したんですね。鉢底石も減らしたけどやっぱり無理でしたね。無理だわこれはい、だってここ土、ある程度ほら多少は下にもね、底の部分にも培養土入れたいし、でもそれをやっちゃうと結局節が埋まらないと。なのでもうこれでいきましょう。次植え替える時は今7号鉢なので、まあ8号9号10号とか
ね、一回りか二回り大きい鉢にするので、その時に考えましょう。はあ、まあ、こんな時もあるということで、臨機応変、諦めます、咲きます、咲かせますということで、本当にそれではおまけでした。恥ずかしいです。お恥ずかしいとこを見せしました。それでは。